やっとここまで来たか。待ちくたびれたぜ、狭間まちゃん。天命がエンブリオの影響で記憶を失わなければ、こんな面倒もいらなかったんだがな。俺に教えられて見つけたんじゃ意味がねえんだよ。自分で気づいて、自分でたどり着いてもらわなくちゃな。その前に、ちょっと付き合えや。 てめえにはもう少しちゃんと俺を認識してもらわねえとな。次の相手はてめえか。<laughs> いいね、いいね、その顔俺を殺したくてたまらねえって顔だ、最高だぜそうそう、その調子だ、お人形ちゃんよゾウと殺意 <laughs> もっと感じさせてくれよ <laughs> さーてバラバラにしてきちんと分別してやっから軽く遊ぶとするか <laughs> まあまあだなまだ調整は必要だが器なしで動き回るには十分だろ十分あのクソメガネのせいで器と切り離されたのは痛かったがこれはこれで使い道があるってもんだつっても自己観測には限界がある いつまでもこのままってのは厳しいからな。さっさと狭間と合流しとかねえと。おいレリウス次な次次の遊び相手をよこしやがれなんだよなんだよ。暇すぎて退屈しちゃったか大魔道士様。 そう睨むなよ怖い怖い怖いねえああ、ははでもよ、この状況は思い出すじゃねえか。てめえの大事なお友達を教会にぶち込んでやった時のことをよあんの時は楽しかったな。しかしまあ、飼い犬もお似合いだな。この絵マーキュリー殿は、 てめえも娘と同じく首輪でもしたらどうだんじゃ、挑戦はもういいな。いい加減偽物の作り物どもをどつき回してんのも飽きてたんでな。それに、いつまでもチンタラしてっと。せっかくのお楽しみを見逃しちまうしな。へへへへデータ、データ、データね。はいはい、わかりましたよ。 付き合ってやりゃいいんだろうしばらくってどんくらいだよ。その辺の心配は無用だ。もう進めてやる。つか、こんだけやらせて一週間かよケチくせえな、おい。そうさすがは俺だ理解が早いじゃねえかで、これで俺とてめえは繋がったってわけだ。あとはと、青の継承者さえ確保すれば元通り融合できる。 本当に大変だったんじゃないですか。ペラペラうるせえぞああ。もうここに用はねえ。 おらおら、どうしたどうした俺を消し積にするんじゃなかったのかそいや、あん時もこんな感じだったな。大事なお友達に術を破られたとも知らねえで、余裕ぶっこいて、俺様に手も足も出ずに這いつくばってよあんだけ無様な姿さらして、まだ懲りてねえのかよはは <laughs> 超ウケるえ 俺がはしゃげば満足かあチッ<っ>やっぱ幻影か面白くねぇおっかねぇおっかねぇんで、何が狙いだよう、白面またイザナミでも倒しに行くのかおいおい、冗談きついぜ。てめえが、誰を死なせるって <laughs> 人の体勝手に使っておいて、でかい口叩くじゃねえか。スサノーユニット。<laughs> 懐かしいよな。アルカード家に封印された時は、二度とお目にかからねえかと思ったぜ。そうそう。俺はてめえと遊びに来たんだよ。ちょっと確かめたいことがあるんでな。来いよ。白いスサノー。<laughs> なるほどな。 いいねいいね思ってたより俺に都合がいい <laughs> <laughs> ただ中に余計なもんが詰まってんだよなそれはどうにかおようやく始めやがったか待ちくたびれたぜじゃあな白面ちゃんせいぜいその体大事に使えやその割には悠々自適に過ごしてたみてえじゃねえか しらじらじい顔して統制機構に溶け込みやがって。そういうこと。あのクソアマ、まあ、全部わかってで邪魔しやがって。マジうぜ。口が軽い分話は早いな。さっさと始めるぞ。ああ、こりゃダメだダメだ。はズマちゃん、もう一遍青見繕ってきてくんね。前の器、カズマクバルの情報を取り込んだんだろ。 その通りにことが運べば融合できる。あれのどこが大変だったってええから釜でもイザナミでも使って教会に接触しろそれとも、狭間ちゃん、統制機構の連中と正義の味方ごっこしてる方が楽しいか匂うな狭間ちゃん。あいつより便利な器を探した方が、 いいかもしれねえねえやっとマスターユニットのお出ましか。随分じらすじゃねえか。ああ、こっちもてめえに用なんじゃねえよ。用があんのは、てめえが持ってる青だ。そいつを、ちょっと貸してくんねえかな。いいから渡せ。器を取り戻すために確認したいことがあるんでな。こっちにもいろいろ事情があるんだよ。それに、 あれだけが器ってわけじゃねえからな。いたな、クソガキども。ちょーっと辛かせや。エメラらに用はねえよ。俺が探してたのはトリニティグラスフィールの方。はああ無鳥理が空だ <laughs> あのクソメガネ、どこ行きやがったてめえらの杖の中にいた、俺の昔のお友達の話だよ。優しい奴だよ。お願いしたら大事な親友を裏切って、悪い魔女が俺にかけた呪いを解いてくれたんだよ。でも、完全には解けなかったから、改めて解除してもらいに来たんだが、無駄足だったね。ああ。 俺と遊びたいっていいぜ。目当ての女もいなくて軽くイラついてんだ。遊んでやるよ。ああ、気晴らしにもなれやしね。無鳥林。やっぱからか。そもそも今のあいつに強制拘束の断片をどうにかできるとは思えねえしな。こいつが残ってると、どうしても器との融合に歪みが出る。 さっさと外す手段を見つけるか、あるいは。<laughs> そうそう、そうだよな。何も狭間にこだわる必要はねえんだよ。もっと馴染みやすくて丈夫な器があれば。なあ。青。青。青ねえ。願望を叶えてくれると信じて、求め、争う。はっ。 てめえもいい趣味してるぜ。こいつはただの青の欠片じゃねえか。使えねえ。器を繋ぐくらいは役立つかと思ったが。当てが外れたわ。まあ。てめえに完全な青なんざ扱えるわけねえか。青へへへへ。<laughs> こんなゴミのために目の色変えてあがいてよ。笑わせてくれるぜ。ああ。 器ならもうあるからよ。狭間のことか。いやいやいや。狭間ちゃんも大事な器だけどよ。もう一つ。この青がガラクタだった以上、もう一つの器を手に入れるために、また役に立ってもらうぜ。なあ。青の継承者。えへ、 適当に教会を覗いてみるかと思ったら、まさかテメェに会うとはな、ジン・キサラギ。おうおうおう、やる気満々だな、元イカルガの英雄殿。あテメェ、妙な女連れてんじゃねえか。次から次へと帰省先変えてご苦労なこったな。 トリニティ・グラスフィールさんよカズマの次はそいつか相変わらず男の趣味がいいねへへへあれあれいいのか俺の中にはカズマの意識が残ってるかもしれねえのにそいつを消しちまっていいのかさすがプラチナ・ザ・トリニティ賢いじゃねえかち <laughs> さてさてこっちもあいつらに構ってる場合じゃねえからな さっさと見つけちまわねえとは。はああ、道理でひでえ匂いがすると思ったら、獣の匂いかよ。くせえ、くせえ。俺がどこにいようと勝手だろうが。てめえは俺の母ちゃんかああ、それに俺に何が必要かどうか、てめえが判断することじゃねえよな。<laughs> まあでも、探し物をしててな、往々にして見つからねえもんだよな。 あてめえなら知ってるんじゃねえかなんせあのクソアマの娘なんだからよてめえが剣をつける必要はねえよそれより頭の中のデータ、勝手に覗かせてもらうわ。<laughs> ここじゃ殺せねえか。それにてめえも外れかよそのうちちゃんと見せてやるってそれまでせいぜい楽しみにしとけよ化け猫さてっと。 ここにないとすると次は。だったら何だってんだクソアマ。お茶のご招待ならごめんだぜ。何の話だ <laughs> おっかねえなぁ、獣生様よ。たく、余計な道草食わされたが、おかげで確信が持てたぜ。だが、奴のところだとすると、ちーっと骨が折れるな。 まあ、でも、寄り道した斐はあったか。おかげで座標が特定できた。あいつらには感謝しねえとな。へへへへ。教会内部で誰の意識もないブラックスポット。そここそがてめえの寝床ってわけが。久しぶりだな、クラビス・アルカード。老いぼれ吸血鬼の死体を鑑賞する趣味はねえが。なんだ 面白いことするなクソじじいゼロ式絶対防御ミラーズエッジかよ対象者の完璧な幻影を作り出し自分自身を戦わせるはっいい趣味じゃねえかだがこれでてめえが隠してるってのは間違いなさそうだないいぜいいぜだったら楽しもうじゃねえか

こいつがあれば、俺は器を手に入れられる。このクソくだらない喜劇を終わらせるこれ以上ない器をな <laughs> もう、めんどくせえことはやめだ。すべてだ。すべてをぶち壊す人も、神も、この世界も 竹林佐野の,の名においてその全てをぶち壊す <laughs> <laughs> おいおい冗談だろおら、弱えいやつが好きなんだよだいたい、てめえに好かれる覚えはないぜつかてめえは何を考えてやがるあの女と組んで裏でこそこそ動いてるみてえだがチン めんどくせえのに目をつけられたもんだ。ああ、はいはい、降参降参てめえなんかの相手をしてられるかよ。さあな。それよりてめえ、俺に聞きたいことがあったんじゃねえのかよ。今なら出血大サービス答えてやってもいいぜ。そのためにアークエネミーまで餌に使って、俺の目を向けさせたんだろうが。そりゃあれだけ熱烈なラブコールされりゃな。はあ 何の話だてめえ。よう、てめえとここで会うとはな、神のおぼしめしってやつかああ。んなもんてめえには関係ねえだろうが。とっくの昔に死んだはずの生ゴミがシャシャリ出てんじゃねえよ。何度もうるせえな。答えるわけねえだろ、バカ。こっちはてめえが存在してるってだけで、ムカついてんだ。 二度とその面を拝まないで済むように。切り刻んでやるよ。<laughs> くっそいやってやるか <laughs> 気持ち悪い近寄んなクソが <laughs> まあいいか。<laughs> これはこれで面白いかもしれねえしな。教えてやんよ。<laughs> 竹三日土を作りたがってんのは俺じゃねえ。 てめえの姉ちゃんだよ。気が変わったぜ。あのクソ女の居所を教えてやる。てめえの姉ちゃんに直接聞いてみるんだな。<laughs> よ英雄殿。随分とご使命とやらに熱心じゃねえか。スサノオユニットを手に入れて張り切っちゃってんのか人気さらぎ。<laughs> なあ、教えてくんねえから。 てめえの言う正義でどれだけ犠牲になった何人死んだてめえのせいでつばきやよいは何回死んだんだジーン・キサラギ・イハハハハいいぜいい殺気だなんならついでに殺しとくかほら、ほらほらほら、殺せよ今の俺じゃ、てめえには絶対に勝てねえ確実にやれるぜあれ 殺さねえのかよ。正義、正義、正義はっくだらねえなてめえの言うその正義がどれだけよー、狭間じゃん元気にお仕事してっかおいおい、やっぱりか。ったく、またこのパターンかよめんどくせえなはいはい、そうですか ちょっと刺激が必要かこんぐらい動けてもらわなくちゃ、こっちが困る。時期にもっと動けるようになるぜ。自分でも感じてるだろう。違和感ってやつだよ。今の自分は偽りの皮を被ってる。そんな感じがするはずだ。青を見つけろ。そうすりゃ全部思い出す。てめえが忘れちまったものも全部、な。<laughs> なんだよ。狭間かよ。は <laughs> ぁこれが、大丈夫に見えるかよ。<laughs> ひでえ目にあったぜ。んで、何か用か。提案だ。いいぜ、聞いてやる。面白い話なんだろうな。<laughs> えマジかよ、ハザマちゃんやめ、ウケる最高だぜてめえが、器に過ぎねえ、てめえが、この俺様を乗っ取ろうとはよ言うねえ、言うねえ <laughs> だが、確かに今の俺には、てめえの提案をお断りするほどの力はねえ。なんせ、てめえに負けちまうくらいだからよ いいぜ。しばらく貸しといてやる。好きに使えよ、狭間。夢が覚めるとき、夢と現実に対た歌たう狭間のとき、その存在は嘘でもあり真実でもある。巨数の怪物。さあ、行きましょうか。<laughs> エッ <laughs>、ええ、まさかてめえこの俺が見えてやがるのか <laughs> だとしたら厄介だな今のうちにもう一度殺しておくかあの時みたいになあっ <laughs> だとクこいつ…おいおい どうなってやがらバカなこの世界じゃ、生まれたばかりのはずそうか。そうかよ、そういうことかてめえ、ここじゃなくてあっちから来たんだなだったら今の姿のままじゃ、ちょっと分が悪いか。<laughs> ここは、一度退散させてもらうぜよ、カラミティトリガー。 ここでてめえに会えるとはなあ。あ,あ、いや。こここそが正しいのか。ああ、そうか。俺のことも忘れた。いや。俺も記憶から切り離したのか。たグ、都合のいい奴だ。ならだ。俺は今、ここに。ここにいる。んで、てめえに聞きたいことがあるんだよ。てめえ。 黒き獣の中で何を見たそうだ。見たんだろう見たはずだ暴走したラグナザ・ブラッド・エッジに飲み込まれた時、その中で、てめえは確かに見たはずだその押し込まれた記憶を引きずり出せ さあ、思い出せ取り戻せ、ノエル・バーミリオン黒き獣の中にあるものを、認めろ認識しろ全てを知覚しろそして、融合しろ、神殺し。門を開く鍵としての、務めを果たせ。ああお前らまだ消えてなかったのかよ。 あの女と一緒でうぜえくらいしぶといな。中身は相変わらずいねえのか。ちょうどいい。めんどくせえやつの器、今のうちにぶっ壊しておいてやるかちっ思いのほか手こずらせてくれるじゃねえか。まあ、その様子じゃどうせそのうち消えるか。わざわざこの俺が手を下してやるまでもねえ。俺を探すお前が俺を ああ、<laughs> こりゃ参った。まさかかの吸血鬼様が自殺志願者だったとはねドエスと見せて実はドエムだったのか <laughs> 今のてめえが俺に勝てるわけねえだろ。そんなにいたぶられたいのかこのメス蓋。勝てねえって分かってるだろ。このクソ吸血鬼。<laughs> 何が目的だ。マジで手札なしで来たのかよ。 バカか、てめえ。本当に勝てるとでも思ったかたく、このゴミが。さあ、何が狙いだアルカード家のお姫様よ。邪魔ね誰のためだか知ったこっちゃねえが、自己犠牲とかマジでくだらねえ。その、誰かもすぐに送ってやるから、安心してくたばれや。 クソ吸血鬼。ぐっそこまでだ、テルミンクソ猫テメェか